サバイバーミュージシャン浅井真也です。普段このチャンネルでは克服するための方法や考え方などについてお伝えをしているんですけれども、様々な方にインタビューしていく中で僕もいろいろ気づきがありまして、世の中にはいろんな病気がありますけれども、その原因っていうのはがんだけではなくて他の病気も全部共通してるなってことが分かってきたんですね。今回インタビューさせていただきました前島由美先生については、長年発達障害のお子さんを対象に取り組んでこられた方です。発達障害のお子さんをお持ちの皆さん、それ以外の病気の方にもですね、とても共通する内容になると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。この動画は発達障害と呼ばれる子どもたちに輝く未来を届ける療育支援施設夢の森子ども園を作った前島由美のお話。療育アドバイザーとして発達障害施設でサポートもした。療育現場は想像以上に荒れていた。情緒不安定、暴言や突発的な問題行動、急増する発達障害児。研修では原因は遺伝というが、本当に遺伝だけなんだろうか。向精神薬についても疑問が湧く。数え切れないほどの副作用のある薬が乳幼児にも処方されていて愕然とした。子供の体への負担は計り知れない。なぜこんなに服薬する子が溢れてしまったんだろう。療育施設では異なるタイプの子が混在し、危険やトラブルが多かった。精神の子供たちは暴言や乱暴な行為で怒られることが多く、自尊心が傷つき、どうにもならず苦しんでいた。また親御さんも悩んでいた。薬を飲むとおとなしくなるが、子供らしい好奇心や意欲が奪われる。家でも揉め事が絶えない。出口の見えない負のループ。子供も大人も苦しむ姿はいたたまれなかった。なんとかしてあげたい。一番苦しいのは子供たち。本来の生き生きとした姿、素晴らしい感性、才能を開花させるにはどうしたらいいのだろう。そんな時、あるセミナーで、精神の問題は脳内アレルギーであり、脳イコール腸で起きていると学び、ピンときた。アレルギーなら食で改善できる。そう直感した。そしてある一冊の本に出会う。そこには発達障害児の男の子の見事な改善事例があった。脳の神経伝達にミネラルが不足。それは農薬や添加物も関係していた。衝撃が走った。すぐに本の著者、国光美香さんにつながり、子供たちの現状を伝えた。すると思いが通じ、食でミネラルを補給するモニターをしましょうと協力してくれた。結果は見事だった。ミネラルを摂取し、腸内環境が整うと数日で様子が変わっていった。以前とは考えられない穏やかな対応を取る子もいた。これはすごい。食で子供たちは変わる。そう確信した。食を見直し、みるみる改善していく子供たち。家族にも笑顔が増えた。この嬉しい実例を広く伝えたい。そこで全国の保育園給食をミネラル豊富な給食にする活動、フーズフォーチルドレン実行委員会を国光美香さんと立ち上げ、各地を回った。2019年キックオフとなる FFC フォーラムを東京で開催。全国から450人が参加。わずか1年後、47都道府県に支部ができ、著名人の方々も次々応援してくれた。夢の森子ども園の改善事例は書籍となった。全国には同じような活動をしている人たちがたくさんいる。保育園と地元農家さんの連携で、オーガニック給食が実現している地域もある。この取り組みが全国に広まれば、自然栽培の農家が増え、バランスの取れた豊かなミネラルが土壌に戻り、ミツバチや森、川、海が蘇る。苦しむ子供たちが減る。私たち一人一人が愛と勇気で行動すれば、全国の子供たちを幸せにできます。どうぞこの壮大なプロジェクトを応援してください。正直今すごく増えてるじゃないですか、発達障害がね。うつ病も一緒ですし、要は精神疾患と言われるものは、腸内環境と直結してて、腸内環境で免疫力ってつくんですけど、うん、で、それがやっぱ微生物で土の中と同じことが起きてるんです。やっぱ発酵すると、免疫も上がって、体温も上がって、
細胞もやっぱり体温が高いことによって細胞がこう増えられないというか、腸内環境を活性化させるっていうことが、その精神の生きづらさみたいなものも改善させていくっていうところなので、結局やっぱりもう腸の問題なんですよ。腸をきれいにしていくことがすごく大事で、で腸はやっぱり食べ物で汚れていきますから、うん、でその食べ物が今ね、添加物とか農薬とか毒だらけなんで、今お話聞いてて思ったのが、発達障害も、うん、もう原因は一緒なんじゃないかなっていうふうに。そうなんですよ。本当に腸内環境が整うってことは微生物のバランスなんですけど、うん、それが土の中でその農薬や化学肥料を使うと、本来のその微量の元素がどんどん消されてしまうというか、微量の元素がないと腸はバランスが取れない、働けない。食べてるものが知らず知らずにやっぱり私たちの体だけではなくて、精神面にもやっぱり影響を与えてるっていうことだけは分かったんですよね。やっぱ一つ見直していくと、いろんなことがやっぱり見直されていくっていうか、いろんなことがつながっていくので、深いところで全部つながってて、変わってるんですよね。うん、それが結局地球環境とつながってるんですね、うん。食べ物が変わるってことは食が変わるっていうことで、食が変わるってことは農業が変わるってことは、うん、農業は土が変わるってことなんですよね。うんうん、でもそこに降った雨が土の中の成分を持って川へ出ていくので、生態系が生きるか死ぬかっていうのは土の中の成分が関わってるわけで、そこにどんどん農薬撒いてたら、当然川の生き物、海の生き物みんな死んじゃうわけで、そうですね。本質にみんながね、立ち返って、私たちが食べるものを変えると大地が変わるっていうところなんですよ。ね、障害を持って生まれてきた時点で当たり前と言われる生活はできない思われてるんですよね。そういう子供を産んだお母さんはずっと自分のことを責めたりとか、うん、その子供の将来を悲観したりとかするんだけども、うん、そんなことじゃなくて、生まれてきたらみんな幸せになれる社会にしないといけない。うんね、ってね、どう生きるかっていうところもね、結局一緒ですよね。その発達障害の子供を持つお子さんもそうですし、僕らみたいにもう死の宣告をされた後の人間も、どんなようにも幸せに生きれるっていうことなんですよ。死っていうのはもう生まれた瞬間から向かっていくわけじゃないですか。そうそう。その死ぬことに恐れとか、暗いもの、うん、孤独なもの、怖いもの、うん、みたいな風に、やっぱりどこかでなんかみんな無意識レベルでなっていて、みんなが必ず平等に迎えるその瞬間を、その怖いものとして蓋をしてるのと、素敵に命を終わるっていうところに向かってていく、そこを怖いと思っていくか楽しみに向かっていくかって全然違いますよね。違います。僕なんかやっぱり一回死の宣告されてるので、うん、なんで自分が生きるのかとか死に対する考え方もだいぶ変わったんでね。今はもう全然死ぬことは全然怖くないし、もういただいた時間をどう生きるかだけなんですよ。いずれこの肉体を置くだけなので、肉体にも感謝ができるじゃないですか。今この瞬間ある肉体があってこそ感じることができて、その出会うことができるっていうところがあるなら、本当に最高の人生だったって、たくさんの人に感謝しながら、見送られながらっていうことを、もうその死の瞬間をすごく明るくイメージして向かっていくと、逆に怖いものは何もなくて。そうですよ、本当に。ねえ、はい。そう思った時にやっぱり今の子供たちが行ってる学校って苦しすぎるんですよ。だって何のための学校かって言った時に、やっぱ冷静に見極めたら、やっぱり国のためになる人材を。そうなんですよ。作り出してるだけですからね。そうなんですよ、本当に、ね。めちゃくちゃ古いにかけてますからね。そうですよね。で、その基準に合わない人間は、もうできない。そうなんですよ。まさにその発達障害の子供たちはもう100か0っていうところが強いんで、100点いくら1個で取ったって教わらなくても100取る子は取るんやけども、それ以外はみんな0になるから、そしたら平均取ったら5教科やったら20点になったら、もう20点じゃどこもいけない話になって、本当もったいない教育めちゃくちゃしてて、これしかないっていう選択肢が良くないなって思って、その今の学校が悪いってやめさせろって言ってるんじゃなくって、
それがいいって選んでいく子もいてると思うんでね。それはいいんだけど、うん、何が向いてんのかってやってみないとわからないから、いろいろやれる工房とか体験ができるところがいっぱいあって、うん、でそこにいろいろ行ってみて、自分でこれやって思うことを早く見つけて磨いていけばね、もうあっという間にその専門家とか先生につかなくても、得意なこと好きなことは、ちょっと入り口を教えてくれる身近な大人がいれば別に専門家の先生いらないのになとか思うとね。思いますね。やっぱりね、その学校通ってる時なんかは自分が何に向いてるかわからんまま、やっぱ自己評価も低くなりますしね。この基準に達しないとダメなやつみたいな。自己表現できるっていうことのその力をやっぱり育んであげるのにはやっぱり丸ごと受け入れられた時代がやっぱり生まれた時からないといけないですよね。その社会の基準に合わせていこうと思うと家の中でもこうじゃないとダメとかいっぱい出てきますもんね。親がそういうね教育受けてるから当然子供もそういう風になりますよね。でもどっかでその連鎖を切っていかないと、そこで誰が悪い、国が悪いって言ったところで、対立のエネルギーではもう何にも生まないんですよね。子供ももちろんいろんなね、そのタイプの子がいるし、魂レベルもみんないろいろなんですけど、やっぱりその食べてるものでこうやって変わるし、化学物質過敏症みたいなものが、症状として発達障害とか、その統合失調症とか、身をもって伝えてくるみたいなところもあったりするんで、中にはもう薬を飲んだ瞬間出てくる症状を自分で客観視して二度と飲まないっていう子も結構いるんですよ。教えようとかっていうよりはむしろ私たち大人がもう一回こう学び直したり育ち直すというか、本当にこれでいいと思うのかとか、大人が変わると子供が変わっていくっていうとこがすごくあるなって思っていて、幸せな人生を送って自分を信じて生きていくことができる力がね、一番大事なんかなとは思います。ありがとうございました。本当にありがとうございます。がんサバイバーミュージシャンの自力でがんを克服するチャンネルでは対談者を募集しております。自力でがんを克服した体験を語っていただける方はぜひご連絡をお願いします。また僕の方ではインスタグラム、ツイッターで毎日がん克服に役立つ情報や健康情報をお伝えしております。こちらも濃い内容を配信してますのでぜひチェックしてみてください。また公式 LINE もやっております。公式 LINE の方ではさらに濃い内容、特に YouTube では放送できないような内容も配信しておりますので、ご興味のある方はぜひ公式 LINE の方にもご登録お願いします。なお今ご登録いただいた方には僕が自力でがんを克服した自然治癒メソッドという動画を無料でプレゼントしております。ぜひ受け取ってください。公式 LINE の登録方法についてはこちらの動画のタイトルをクリックしていただくと動画概要欄が開きます。そちらからリンクを貼っておりますのでご登録をお願いします。